今回はキャンピングカーのレンタルをしている太陽整備さんと協力をして動画を出したいと思います。前々から僕はキャンピングカーに乗ってみたいと思ってたんですけど、今回初めて乗る機会をいただいて、太陽整備さん本当にありがとうございます。で、今まで僕は結構スキー場の近くに住んでトレーニングだったりとか大会だったりとかに出かけることが多かったんですけれども、こういったキャンピングカーを使って今スキーに行く人も増えてきているということで、キャンピングカーを使ってスキー場に行って、そしてスキーをして帰っていくというような動画を撮っていきたいと思います。で、すでにこの太陽整備さんの方で用意していただいたレンタカーの中を見たんですけど、見たというか乗ってきたんですけど、相当やばいです。めちゃめちゃラグジュアリーで、今からちょっと簡単にこのレンタカーの中へのツアーをしてですね、中を案内したいと思います。それでは行きましょう。ここが入り口になります。では早速入っていきましょう。まず、ここが入り口になります。ここまでが土足で OK なエリアで、スキーブーツとかも、ここじゃなくてこの上まで、スキーブーツを置くことができます。スキーの中、ちょっと中ちょっとごちゃっとしてるんで申し訳ないんですけど、これ見たら怒られないかな今中にスキーを入れてます。本当はここがシャワーとトイレのところになるんですけど、つけていないので板置き場と、荷物をこうぶち込んでます。もう少し綺麗に入れればよかったけど、でここで、収納できると。そしてここにコンロがあります。でもここで料理もできちゃうと、でこれはガスコンロなんで、もうこのままですね、つきますと。料理もできる、今日は到着日なんですけど、ここでちょっと料理をしたいと思います。そしてここに蛇口もあります。で蛇口はポンプのスイッチを入れて上に上げると水が出てきます。でここに窓があったりとかね、日の光もすごいよく入る。ここに、冷暖房ですねがあって、そしてここには冷蔵庫、ここには電子レンジもあります。電子レンジもあります。で入り口はこんな感じです。じゃあちょっと靴を脱いで中に入っていきます。はい、これが、リビングスペースっていうのかな、リビングのスペースになります。いやもう家ですよね。電気を今入れてるので、本当に明るいですし、夜も快適に過ごせると思います。この上がベッドになっていて、ここにまず大人2人は余裕で寝れます。ここの、リビングスペースは、このテーブルを上に跳ね上げると、これを丸々ベッドにすることができます。こっちの、今僕が立ってるスペースも実はベッドにすることができて、ちょっと簡単にやると、で、はめるだけで、これでもう、ベッドに。なります。ファミリーが借りるようなタイプだそうです。でなんとここにはテレビがついてて、でこのテレビももちろん見れるし、 Netflix とか Amazon プライムとかも、Wi-Fi でつなぐことでこれで鑑賞できるんで、例えば友達できて午前中はスキーして、でご飯食べて温泉入って、夜はなんかここで Amazon プライム見たりとかっていうのもできるし、ここでカードゲームやったりもできるし、飲み会みたいなこともできるっていう、アフタースキーが本当に充実してますね。はい。めちゃめちゃ、楽しいです。これを。乗ってるだけですごい楽しい。このキャンピングカーのすごいところっていうのが一個ありまして、ちょっと今お見せしますね。これです。この FF ヒーター。これがマジですごいです。この FF ヒーターは、バッテリーじゃなくて、軽油を使って温めているので、車の電源を切って、この FF ヒーターをつけておいても、軽油で燃焼するので、このキャンピングカーの中がずっと温かいっていう素晴らしい機能になります。で今つけてみると、ほんと回すだけですね。特に特別なことはいらないので、回すだけで、このなんていうの、吹き出し口。至るところについてるんですけど、ここから温風が出てきます。もうドアを閉めて FF ヒーターをつけているだけで一晩中あったかく過ごせます。あとほんといろんな設備があって、例えばこれ鍋やる時の、換気扇があったりとか、あとここにスピーカーがあって Bluetooth とかで繋いで結構ズンズンできる感じだし、こういうところに窓がついてるので、逆にも窓がついてるんで、朝起きてコーヒーを沸かして外の景色を見ながらスキー場に向かう前の気持ちを高めるなんてこともできます。スキー場の駐車場に停めておけば、お昼戻ってきてここでお昼ご飯を作って食べてちょっと寝てスキー場に行くなんていうこともできる。以上がキャンピングカーツアーになります。とりあえず今回は白馬で撮影をするんですけど、白馬に到着をして今ちょうど時間が5時前なんで、
もう今日は滑ることはできません。なので今から、スーパーに行って買い出しをして、せっかくなんで、このキャンピングカーの中で料理をして、ご飯を食べて、で明日の計画を練って、明日は八方で滑りたいと思います。はい、で今カメラを回してくれてるのが、この間の動画で一緒に撮影をしていた、この後 FW9 に挑戦する佐藤さんなんですけれども、あ、こんにちは。はい明日は結構ハードな一日になるとは思いますね。相当ハードな一日になると思うんで、うん、まあ、覚悟して、はい、今日の夜は英気を養いましょうか。そうですね、はい、はい、ゆっくりと、はい、はい、今からスーパー行きたいと思います。はい、はい、はい、そんなやつ感じやん。かけて焼いちゃってますけどね。あ、でも全部いけちゃう。男の料理。そうですね、ナイフ使ってないですからねあるのは鍋だけ、そこにぶっ込んだっていう。鍋でもないですからね。そうね、フライパンだからね。フライパンだから、あの締めのうどんもあるんで、しかもちゃんと新種。そう、これなんて言いますか。シリに聞いたらいいんじゃないかな。シリ、何かご用ですか。新種ジコナンについて調べて。はい、新種テラコナンについて調べて、についてウェブでこちらが見つかりました。まだまだ。明日の天気教えて。タースミ群白馬村では明日は雪が降る、最低気温はマイナス9度でしょう。寒っ。じゃあお肉をね、お肉を入れたいと思いますよ。ついにこんなにうまそう。完成。美味しそうじゃないですか。じゃあ取り分けまーす。いいっすね。キャンピングカー、外は星空よ。たまんねえな、おい。たまんねえな、おい。いいね。完成しました。ヨネアキッチン。鍋です。忘れてはいけないのが。今日はですね、朝から太陽整備さんの方に移動しました。海洋整備さんの方に移動して、このレンタカーの説明を受けて、で、まあ、どういった特徴があるかっていうのを受けてね、うん、すぐにこう出発して白馬まで来ました。ね、運転大変だったなぁ。途中寝てたよね。返事ないなぁと思って。で、その後なんかしばらくしたら寝てませんよ的な雰囲気を申し出して起き出した。景色良くなってきましたね、みたいな。なんかしれーっと雰囲気を醸し出して。俺やりがちなんですよね。まあね。で、本当は今日滑るつもりだったけど、うん、まぁ、ちょっと滑れなかったんで、うん、明日は朝から、ね、はい、滑りたいと思います。はい、ということで、まあ、今日はこれで終わりたいと思いますけど、はい、この後ですね、次の動画ではちょっと滑る動画と、まあ、朝明日コーヒー飲みたいですね。うん、そうですね、ちょっと爽やかにね、うん、このキャンピングカーも楽しみつつ、ラグジュアリーな生活を楽しみつつ、うん、そうですね、はい、ラグジュアリーな感じで寝てた。いや、ね、ファビュラスだったな。頑張りましょうか。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。乾杯。